はい、ということでね、今回はマインクラフトで最も高級なアイテムの一つである金のインゴットを集めます。1週間以内に全員下巻き、どっちの方がたくさん金のインゴットを集めることができるかね、勝負をします。ということでマキ、1週間以内にどっちがね、たくさんのね、金のインゴットを集めることができるかね、勝負だ。おー、楽しそう。1週間でたくさん金を見つけた人が勝ちだよね。そうです。ということで3、2、1スタート。わ、急げ、洞窟に急げ。洞窟で金鉱石を探しまくるぞ。1週間死ぬ気で採掘しまくって、僕は馬車馬の家に働きまくるぞ。おお、マキすごいやる気満々だな。まあ僕もね、洞窟にね、金鉱石を探しに行きたいところなんだけれども、ただね、普通に勝負してもね、勝てるかわからないからね、確実に勝てる方法でね、頭を使って勝負するぞ。よし、ということでね、今から金自動生成工場で作りたいと思います。木がたくさん生えてるから、ここら辺を整地してね、大きなね、土台を作っていくぞ。このね、チャッカマンを使って、今からこの大量の木をね、燃やしていきます。おほほ、かなり燃えてるぞ。たくさんあった木がね、もうほとんどなくなってます。よし、そしたら今度は、ここのね、土の部分をね、平らにしていきたいと思います。よーし、こんな感じでかなりね、大量のね、土地をね、切り崩しました。でこぼこしてるからね、平らにしようかな。うん、こんな感じでね、最後の1個を埋めてと。よーし、整地完了だ。金自動生成工場を作るためにね、金脈をこれからね、作っていきます。金脈を作るにはね、ネザーに行かなければなりません。なのでね、ネザーゲートをね、今から作ります。うん、こんな感じでね、ネザーゲートを作りました。ネザーゲートをね、開通させます。よし、そしたらね、このネザーゲートの中にね、入っていきたいと思います。行くぞ。おほほ、ネザーに来たぞ。ネザーでね、 X 座標がね、451、Z 座標がね、706の場所にね、ネザーゲートをね、再設置したいから、エリトラをつけてね、その座標までね、移動していきます。よーし。うわー、やっぱネザーは広いからね、結構大変だよね。おっと、お、危ない危ない、マグマの滝にぶつかるところだったぞ。まあ、とりあえずね、目標地点までね、向かいまーす。ということでね、X 座標が451、Z 座標がね、706の場所までね、来ました。これからね、向かう場所はね、ネザーのね、立ち入り禁止区域でーす。そこまでね、掘っていきたいと思います。もうちょっと待って、ちょっと待って。お、マグマが降ってきたぞ。ははは、今のは危なかったな。あ、マグマがね、どこにあるかわからないからね、慎重に掘っていきます。うん、この辺りがね、ネザーの最上部127のところです。ここにね、はしごを設置していきます。ガンマンブロックはね、ツルハシではね、破壊できないからね、エンダーパールを使って上にすり抜けていきたいと思います。はしごをね、登りながらで、ね、エンダーパールを投げることで、うん、おお、できてきた、来ました。ここがね、岩盤の上です。んー、ただ待って、大量のピクリンたちがね、湧いてるな。特にね、ゾンビピグリンがね、今回のね、金脈を作るのにとても大切になってきます。ってことで、ゾンビピグリンをね、倒していくぞ。かなり大量のゾンビピグリンに追われてるぞ。集まってきてるね、大量のゾンビピグリンをね、こんな感じでね、倒していくね。見てください、ゾンビピグリンがね、金塊を落とします。では最後の1体かな。よーし、全員倒したぞ。ゾンビピグリンがね、落としたね、この金塊を拾ってと、これを利用してね、金自動生成工場をね、作ります。4つの方向にね、ネザーゲートをね、設置します。神の卵をね、ここに置いてと。これね、かなりね、大切なアイテムです。今度はね、このね、ネザーゲートの周りにね、マグマブロックでね、土台を作ります。
ということでね、ゾンビピグリンのね、脇層がね、完成しました。ここに湧いたね、ゾンビピグリンはね、ここのね、神の卵をね、狙いに行きます。ここにね、ネザーゲートをね、開通させることで、ゾンビピグリンはね、このままネザーゲートの中に入ってね、現世に飛ばされます。そしてね、そのゾンビピグリンを倒すことによって落とした金塊を回収するという仕組みです。ただね、このままだとね、ゾンビピグリン以外のね、背の高いモンスターもね、湧いてしまうから、ここのね、2マス目のところにね、ブロックをね、設置していきます。そうすることでね、ゾンビピグリンのみをこのマグマブロックの上にスポーンさせることがね、できます。こんな感じでね、天井にもね、マグマブロックをね、設置しました。この層をね、上限いっぱいまで作っていきたいと思います。よし、巨大なゾンビピグリントラップのね、一番上の最上階がね、完成したんだけれども、このままだとね、ガストとかがね、湧いてしまうからね、ガストのね、湧き潰しをね、していこうかな。うん、ってことでゾンビピグリン以外がね、湧かないようにね、ガラスブロックで湧き潰しをしました。エリトラでね、下に飛んでいこうかな。どうなってるんだろうな。おお、かなり巨大なタワーが完成したぞ。そしたらね、ネザーゲートにね、着火していきたいと思います。うん、かなり巨大なゾンビピグリントラップタワーがね、完成しました。これがね、金脈になります。じゃあね、現世に戻ってね、ゾンビピグリンを倒してね、金塊を集める、そういったシステムをね、作っていきます。うん、ここのネザーゲートからね、ゾンビピグリンがね、出てきます。そのゾンビピグリンをね、倒すシステムをね、作っていきます。ネザーゲートからね、ゾンビピグリンがね、落ちてきて、この水に着水します。そしたらね、この両サイドのソウルサンドの上にね、来ます。ここにはね、水流エレベーターがね、設置される予定です。そしてその水流エレベーターでね、ゾンビピグリンをね、落下死する高さまでね、連れて行って、そこからね、落としてね、金塊をね、回収するという仕組みを作っていきます。まずはね、ガラスブロックで水流エレベーターのね、枠を作っていこうかな。下からね、水が出てね、一番上にゾンビピグリンがね、行きます。そしてここに落ちる仕掛けです。さっきのソウルサンドにね、コンボを入れていきたいと思います。うん、コンボをね、植え終わりました。そうしたらね、このコンボをね、回収していきたいと思います。うん、すべてのコンボがね、回収できました。実際にね、このエレベーターに乗ってみたいと思います。どうなるんだろうな。うおお、水流に乗ったぞ。おおおお、そしてね、落下するシステムになってます。ここにね、ゾンビピグリンがね、金塊をね、落としてくれます。これと同じものをね、反対側にもね、作っておこうかな。うん、ゾンビピグリンをね、倒すシステムが完成しました。このネザーゲートをね、くぐってきたゾンビピグリンからね、金塊をね、回収する様子をね、見ていきたいと思います。ん？おお、おお、出てきたぞ。ゾンビピグリンがね、ネザーゲートをね、通過してるぞ。おお、待って、大量に出てきた。ん？でもあれ？ネザーゲートで、なんか詰まってるぞ。おお、待って待って、一気に出てきたぞ。おーおーおお、あー、すごいすごいすごい、どんどん出てきた。わー、すごいなこれ。大量のゾンビピグリンがね、ネザーゲートを通過してね、水流エレベーターをね、登っています。
おお、いいね。大量のゾンビピグリンがね、落下死してるぞ。よし。そしたらね、金塊を落としてるかどうかね、チェックしてみよう。お、大成功だね。金塊がね、大量に落ちてるぞ。うん、こっちはどうだ？おお、こっちも大量に金塊があるね。よし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 。そしたらね、この金塊を集める回収システムを作っていくぞ。あの短時間でね、大量の金塊がね、もう集まったわけなんだけれども。これね、回収するシステムをね、作るために、まず、ちょっと周りを掘っていきたいと思います。うん、回収用のね、チェストもね、置いていきます。そして、こんな感じでね、チェストにね、ホッパーをね、大量に設置していくことで、回収用のチェストの中にね、アイテムが入るようにします。うん、落下したゾンビピグリンがね、このホッパーの中にね、金塊を落とします。そしたら、このホッパーを通って、であそこのね、回収用のチェストにアイテムが入ります。金自動生成工場のね、仕組みが完成したぞ。あ、マイキーに勝てるっていいな。あ、ちょっと待って、そうだ、マイキーの様子でも見に行こうかな。マイキーはどんな調子なんだろうな。マイキーは確かここの洞窟の中入ってったよね。おー、この辺りを掘ってるっぽいぞ。ちょっと様子見に行こうか。どんな感じで掘ってるんだろうな、マイキー。あー、かなり下まで掘ってるけれども、おーおー、マイキー、ブランチマイニングしてるのか。かなり広い空間をね、掘ってるみたいだな、マイキーは。おー、すごいな。すごいな。おお、マイキーがいた。マイキー、調子どう？あ、全士くん。順調だよ。馬車馬のように頑張ってるね。マイキー、ご飯ぐらいゆっくり座って食べたら？ダメだよ。そんなことしたら、全士くんに負けちゃう。ご飯を食べる時間も惜しいんだから。僕はね、勝つために馬車馬のように働き作るんだ。こうやって金をかまどで焼いていくよ。うん、おお、かなり頑張ってるな。っていうか、マイキー、この場所全部マイキーが掘ったの？そうだよ、僕は全部手動で頑張ってるんだよ。おかげでね、かなり金が集まったよ。善一君はどれくらい集まったの？あー、僕は金塊4スタックしか持ってないかな。え、何やってるの？そんなにサボってたら頑張ってる僕には勝てないよ。あ、マイキーは金のインゴット何個持ってるの？それは勝負が終わるまで秘密。僕本気で今回の勝負勝ちに行くから、負けても恨みこなしてよ。おお、分かってよ。なんかマイキーすごいやる気だな。あ、そしたら僕もね、頑張るか。マイキー、またね。またね、全士君、頑張ってね。負けてられないな。大量に金をゲットしないとな。あー、マイキーすごいやる気だったな。僕もこうしてはいられないな。頑張らないとな。そうしたらね、かなり巨大な建物でね、周りをね、覆っていこうかな。デザインはね、お城みたいな感じにしようかな。うん、よしよしよし、外壁のね、設置がね、ほぼ完了しました。正面入り口をね、豪華にしていこうかな。この建物のね、天井をね、埋めていきたいと思います。見張り台をね、作っていこうかな。よーし、そうしたら、このね、ゾンビピグリントラップの部分をね、囲っていこうかな。よし、お城のね、天井部分がね、全部埋まりました。そしたらね、2階部分をね、作っていきたいと思います。
一番高い場所にね、全体をね、見渡せるね、大きなね、見張り台をね、作ろうかな。よし、一番最上部のね、見張り台がね、完成しました。かなり高い場所にあるぞ。見張り台のね、上にね、旗を立てよっかな。ほほほ、かなり巨大な旗になったぞ。扉をね、つけていきます。ここの周りもね、葉っぱで囲っていこうかな。花もね、植えていきます。よし、ほぼ完成なんだけれども、最後にね、仕上げをね、していきたいと思います。うん、最後の仕上げができました。どんな感じになってるんだ。おお、すごいぞ。これでね、かなり巨大なね、金自動生成工場がね、できました。外装ができたらね、今度はね、内装を整えようかな。入ったところの床がね、草ブロックのままだからな、これを掘ってね、石レンガにね、変えていきたいと思います。赤いカーペットをね、敷いていこうかな。入り口部分をね、少しだけおしゃれにしたいと思います。うん、かなりおしゃれになったぞ。そしたらね、こっちにはね、金庫を作っていこうかな。金庫になる部分のね、空間ができました。でね、金庫のね、入り口をね、今から作っていきたいと思うんだけれどもね、金庫の入り口はかなり頑丈なセキュリティドアをね、設置したいと思います。よーし、これでね、最強のね、セキュリティドアのシステムがね、完成しました。まあ、一旦起動させてみるか。いきます。こっち。おー、ちゃんと動いたぞ。そしたらね、この周りをね、埋めていきたいと思います。うん、金庫の入り口のセキュリティドアがね、完成しました。この金庫の中に大量のチェストをね、置いて、その中にね、金塊がね、自動で入るような仕組みをね、今から作っていきたいと思います。ここにね、最終的にホッパーをつなげてね、金塊をこの中に大量に入れていきます。うん、このままだとね、まだまだこのドロッパーをね、金塊がね、登っていきません。なのでね、ドロッパーをね、金塊が登るシステムをね、作っていきたいと思います。一度ね、試験的に動かしてみようかな。効率強化がついたツルハシをね、この中に入れると上に上がってるのかな。おお、入ってるぞ。ここにちゃんとね、このシステムでね、ここにね、流れ着いていきます。向こうのチェストの中にね、アイテムがね、送られる仕組みが完成しました。そしたらね、ここにね、大量のチェストを置いてと、一度にね、大量の金塊をゲットできるようにしていきたいと思います。すべてのチェストがね、置き終わりました。この辺りね、作業台をね、設置していきます。ここのチェストにね、金インゴットがあるっていうことがね、分かりやすいようにね、この金インゴットでね、看板を設置していきます。
ここがね、僕の金庫です。かなり大量に金塊をゲットしてね、金インゴットを作ることができるようになりました。次はね、くつろげる空間を作っていくぞ。ここがね、草ブロックになってるからね、まずはね、床からね、整地していこうかな。うん、これでね、床をね、張り替えれました。じゃあ次はね、お風呂を作っていこうかな。ここにね、シャワールームをね、作ります。うん、トイレをね、設置してと。お風呂とね、トイレの完成です。こんな感じでね、扉をつけてね、壁で埋めていきます。よーし、これでね、トイレとお風呂の空間ができました。今度はね、ここにね、寝室とリビングルームをね、設置します。よし、こんな感じでね、ベッドが完成しました。リビングのテレビなどをね、置いていきたいと思います。かなり広いくつろげるリビングと寝室がね、完成しました。ここにね、窓をつけていきます。うん、最後にね、ここに扉をつけてと。よし、金自動生成工場でね、内装が全て完成しました。おー、かなり大きな金自動生成工場だぞ。この中にね、早速入っていきたいと思います。どうなってるんだろうな。オープン。ん?おほほほ、すごいぞ。大量のゾンビピグリンがね、ネザーゲートから放出されています。金塊はどうなんだ。ん?あー、まあ大量の金塊がね、これで回収されてるっぽいぞ。よは、早速ね、金庫の中身をね、チェックしよう。どのくらいのね、金塊が入ってるんだろうな。チェストを開けてみます。321オープン。おー、すごいぞ。もうすでにかなりの金塊がね、集まってます。この金塊をね、一旦ちょっと取り出してと。この作業台を使ってこんな感じで、うん、金塊からね、金のインゴットに交換することができます。まあ、とはいえね、マイキーもかなり頑張ってたからね、勝てるかどうかまだわからないぞ。ということでね、今日がね、勝負の日です。マイキーに早速会いに行こう。マイキーはね、こっちの洞窟の方でね、金を掘ってたからね、こっちに行くか。ここかな?お、洞窟だ洞窟。あったあった。この先にね、マイキーがね、いると思うんだけれども、どのくらい頑張ったんだろうな、マイキー。ん?ああ、マキー、調子はどう?あ?ああ、ゼンシ君、やっと一週間が経ったね。疲れた、死にそうだよ。ちょっと待って、マキーどうしたの?なんかやつれてない?僕は寝る間も惜しんで、ずっと手動で、パジャマのように金鉱石を掘りまくったからね。やつらかったよ、はあ。なんか前回見た時よりもね、かまどの量がなんかものすごい増えてたり、チェストも大量に増えてるね。え、さらに地下も作ったの?見に行ってみよう。ちょっと待ってマイキー、こんなにたくさん掘ったの?すごい、これ全部マイキーがやったの?そうだよ、頑張ったでしょ。もう動けないよ、はあ。こんなに汗水垂らして頑張って、こんなにやったんだよ。善一くんに負けるはずがないね。こんなに本気を出すなんて思ってなかったよ、マイキー。すごいよ。そうでしょ?じゃあ、早速僕のゲットした金のインゴット、数を数えてみようよ。そうだね、数えてみよう。何個ゲットしたの?ここの中にね、僕の金のインゴットが入ってるから。見てみよう。お、すごい。すごいでしょ?こんなにたくさん金をゴッと集めたの?全部でね、570個集めたよ。570個も金のインゴット集めたの?そうだよ。すごいな。世界記録を更新した可能性があるね。ギネスに申請した方がいいかな。手動で金のインゴットをね、ここまで集められるなんて本当にすごいよマイキー。そうでしょ?さすがに僕の勝ちだと思うけど、一応善一くんのも見せてよ。何個集めたの?あー、そうだ、まだね、カウントはしてないんだよね。そしたらマイキー、一緒に見に行こうよ。まあさすがに僕の勝ちだと思うけど、一応見に行こう。マイキー、これ見て、
すごいでしょ。今回は金を集める勝負だよ。どっちかかっこいい建物を作れるかっていう勝負じゃないけど。まあ知ってるよマイキー。これはね、ただのね建物じゃないんだよね。でもこれはね、金自動生成工場ですマイキー。金自動生成工場？何それ。中をね見せてあげるよ。行こう行こう。開けるよ。うん、オープン。なにこれ、かっこいい。それになんかゾンビピグリがたくさんいるね。うん、でもすごいけど、どこに金があるの？全然ないじゃん。まあ金もねあるんだよね。どこどこ？ここにね金庫があります。これをね開けます。なにこれ、すごい金庫だ。この中にね僕の集めた金がたくさん入ってます。これ開けてみよう。いい？うん、いいよ開けてみて。なにこれ、ものすごい大量の金塊がある。大量の金塊がね、ラージチェストのね、もう何個分もね、大量に入ってます。すごい。まあ一旦全部取ってみるか。で、この作業台でちょっと金インコットにね、変換してみよう。わかった。こんな感じでね、金塊をね、9個並べると金のインコットになるんだ。おお、すごい大量だこれ。大量にできるね、すごすぎる。こんなに金塊が集まるなんて。うん、最後のね金塊を金インゴットに変えてと。うん、そしたらねここに入れます。ものすごい量の金のインゴットだね。これ一体何個あるの？このねラージチェストいっぱいにね金インゴットを入れるとね、まあ3000個以上になります。でね、これがねもう本当にね何個もね今入れたからね、まあ1万個以上はあるかな。嘘でしょ、そんな僕の乾杯だ。あんなに汗水垂れて頑張ったのに自動に負けるなんて。まあ実際にねこっちもねまだ金塊がたくさんあります。すごすぎる。もっともっとね大量の金ゴットがね集まると思うなこれ。ゼイチ君はやっぱり天才だよ。おたまもよくてイケメンでお金持ちで羨ましいよ。今回のも世界記録樹立でギネス記録になるかもね。急に褒めてきたけどどうしたのマイキー。僕も金自動生成工場を作ってたくさん金が欲しい。作り方を教えてください。まあいいよマイキー、金自動生成工場の作り方はね、マッキーにもね、教えてあげます。やった！動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローと、インスタグラムのフォローと、TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしく！よろしくね。